この動画はゆっくりミニバイク解説になります。さて今回は、フルサイズ17インチバイクの解説だよ。ホンダの NS1 だな。原付きバイクには見えないよね。では解説始めるよ。1991年2月に発売された NS1 は、50駆の水冷にスト単気筒エンジンを搭載した、原付き一種のスーパースポーツモデルだった。前後17インチホイールのフルサイズ、原付きスポーツとしては、87年から90年まで販売されていた NS50F エアロの系譜に連なるものだったが、NS1 の特徴は、フルカウルになったことと、ヘルメット収納機能メットインを持ったこと。通常のスポーツバイクなら燃料タンクに当たる部分が収納スペースになっていた。この NC700 シリーズなどでも使われた。なお、燃料タンクはシート下に設けられ、給油口はリアカウル上部に設けられていた。NS50F 譲りのエンジン AC8E の最高出力は、当時の自主規制値1杯の 7.2 プスで、1リッター換算すると145プス以上というハイパワーを誇っていた。NS1 は、原付き一種という敷居の低さと、フルサイズなので自然体で乗車できること、収納スペースが存在してデイリーユースの利便性が高いこともあり、人気モデルとなった。1995年2月のマイナーチェンジでは、ヘッドライトがデュアル2目タイプとなった。これは、400クラスの RVF、NC35 のイメージを踏襲したもの。NSR によらず、RVF というところが、汎用性の高い NS1 のキャラクターを表してもいた。1998年のカラー変更を最後にモデルライフを終え、翌年にはミニレプリカの NSR50 も終了。ホンダの原付き一種にフルカウルモデルは存在していない。1991年モデル。50駆スポーツバイク初のヘルメット収納機能を持ち、日常使用時の小荷物などを手軽に収納できる、フルサイズボディの原付きロードスポーツバイクとして登場。燃料タンクはシート下に配置された。1994年モデル特別、限定仕様、WGP ロードレース世界選手権、ワークスマシンを思わせる、ロトフマンス、ロスマンズ、カラーモデル。1995年モデル。400クラスで人気を集めた RVF をイメージさせる、デュアル2灯、ヘッドライトを採用した、インテークチャンバーの新設やリードバルブの形状変更などにより、出力特性を一段と向上させていた。1998年モデル、98年モデルとして、単色のピュアレッドを新たに設定、スパークリングシルバーメタリックと2色設定になった。最後に初見を紹介するぜ。全長、1905前幅、670前高、1080、ホイールベース、1295最低地上高、130シート高、752、乾燥重量、92、車両重量、101、原動機型式 AC8E 原動機種類2ストローク気筒数1シリンダ配列単気筒冷却方式水冷、排気量、9、49内径シリンダーボア、無、39工程、ピストンストローク。無、41.4 圧縮比、1、7.2、最高出力、7.2 最高出力回転数、1万最大トルク、0.65 最大トルク回転数、7500、変速比1速 3.545.2 速 2.332.3 速 1.722.4 速 1.379.5 速 1.217.6 速 1.129。スプロケットは数、前14スプロケットは数、後ろ41。以上で解説を終わるよ。BR レーシングチャンネルの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。